あれまたこれ。はい、これ。なんだか買っちゃってるよ、この男。ま、ちょっと24ウルトラはね。なんで24ウルトラ買わなかったんだ高すぎたやつ。これ、破砕しよう。何を ?S23。割っちゃう。のトンカチで一回破砕しよう。買ったばっかりよ。これダメだって。なんでよ。23FE はダメ。いや、これちょうどいい値段だったし、使いやすい。い破砕しよう。もう役立たんて、地震が起きた時を考えろ。 おおはい。地震起きた時に、爆末ラジオ S24 ウルトラだったら、爆末ラジオイラストを描けるんだぞ。S24 ペンタブで。iPad でいいだろ iTap なんかもう地震起きたらぽいよ。なんでよ。一番初めに投げてもうすまないと。重いから。いや、売る、いやじゃもう買っちゃったのかい。もう買ったよ、もう。んだよもうま、持ってんのいや、まだ。家にある。なんでよ。 今日ケース来たんだよ。今日ケースが来たんだよ。ケースなんていらんだろ。いやもう傷つくの嫌だからさ、いやいやいや、傷つくよりもなんか、お前が触る前面のところが一番傷つくんだって。爪が当たって。そこはね、もうね、あの、強化ガラスのフィルムあったから。あ、リラ君使ってんのそう。プラス 10H。かな多分な。そんななんかすごいこっつやつ。10H だろうが、12H だろうが、落としたら全部割れるんだよね。そこで一発防げるだろ。ま、一発は防げるか。え、何保険入ったかい 保険も入ってない。安心サポートみたいなの入ってない。なんで入らんの地震起きたらどうするんですか <laughs> そこさ、多分何もやってくれないよね。<laughs> ないのかなないだろう。あ、地震起きたら何もない、うん。で、それ消えて落としたりとか、なんか不具合あった時のサポートだろ地震は何もできないのかできないでしょう。そうなんだ。じゃあ何も入んなかったんだ、うん。月いくらにしたのさ。 今と一緒、アハモだから2700円。何アハモって。ドコモの、ちょっと安いプランみたいのがあるんだよ。アハモって。二千 2000?2700 円。月。安いね。俺は。あ、2900円か。ドコモにしてるんだ。昔からずっとドコモよ。俺。え、え、ギャラクシー使ってドコモなのうん。なんかちょっとあれじゃない。ギャラクシーってドコモもやってんだ。やってるっていうか、売ってるよ。でもこの S23FE は、au でしか買えないんだよ。 まあそうだよな、うん。だから au に予約して、本体だけ買いますっていう予約をして買いに行ったんだよ、ね。あ、そうなんだ。うん、僕プラン変更。僕はもう毎月9000円取られてるから。うん、そこで、ね、謎プランで。考えた方がいいと思うんだよな。多分で、ね、外出ビジネス版、おすすめプランみたいなのに入ったまんま、もう、いく年経てるんだよね。<laughs> 10年ぐらい経ってるはず、うん。それ多分関係ないさ、おまけプランいっぱいついてんじゃない ついてるついてる。なんか、電話サポートとか。うん。電話サポートついてる。遠隔サポートとか。電話サポートついてる僕。イージーメールとかついてるじゃねいまだ。5分まで通話完全無料みたいなの入ってるはず。でもね、毎月5分どころか、1年に5分も通話してるやんの。だと思うよ。だって LINE だもん、基本。で、かかってるときは向こうからかかってくるから。で、だいたい銀行からかかってくるだけなんだよね、僕のスマホって。はい。 こっちからかけることないな。しかもなんか、ツイッチの海外送金がで、毎月かかってくるだけ。ほー。それ30秒で終わるでしょ。うん。じゃ、5分もいらないじゃん。いらないし、別に通話無料だろうが、かかってくる分にはただじゃん。そうだよ。関係ないんだよね。切ろっか。切った方がいいな、その辺の細かいやつ。家族割りって知ってる家族いねえもん。ははははえ母親。バカにして、え母親。あ、母親うん。母親ね、 英雄じゃない違う。母親、姉と妹と家族割り組んでる。おー。お切られてんだ。僕、いないね。そうか、家族割りって確か何人か決まってるんだったっけか。いや、多分決まってないで、多分はみられてる。意見だ。多分はみられてるはず。え、みんな英雄みんな英雄だよ。おー。で、姉ちゃんが、その、総括して、家族割りで入ってるはず、僕以外。うん。 なんかごめん。何なんかごめんなかごめんないいじゃん、別に一人何家族割りしなきゃダメなんかいいや、可能なら家族割りすれば、みんな安くなるから、いいよね。しょうがないじゃん、<で>声かかんねえんだから、<で>家族から家族。家族間の通話も無料とかもあるからさ、家族割りって。しょうがないじゃん、はみられてんだから。ああ、電話しない、家族と。電話かかってこないね。<laughs> かわいそうだね。<laughs> なかったんじゃない、昔。<laughs> 断絶されてんな、多分な。めんどくさいんじゃないめんどくさいんだろうな。なんか言うたびに筋がとか言うんだろうあ、言ってるわ。筋通らないわ、みたいな。言ってる。空気悪くしてるんだろうな。電話の筋切られてるんだよ。坂本さん忙しいしね。多分これ家族でも言われてる。あいつ忙しいから、ちょっとやめとくかと。龍馬は話聞いてくれないからな。全方向言われてるわ。うん。まかったんならしゃあないか。